7日目ムカラからサユンへ行きます。 322km、 いよいよ砂漠です。車は先回りしてすでに着いておりました。1台の車が壊れてしまいましたよ。坂を登ったり降りたりしてますけども、おや、また青空トイレ。ここはビンラディンのお父さんの作った道ですよ。自分の国の女性の顔など見れない男たちはどんな気持ちでしょうね。ワジですね。ビンラディンの父親の家というよりも宮殿があります。このワジが1世紀に数回洪水にやられるのですよ。そのワジに降りていきます。いやすごいですね。美味しい肉だよ。ワジの片側に沿って進んでます。ワジの反対側を見ておりますけれども、まず東方を登っていきましょう。石と土でできた家です。いやこんなところにも魚が来るんですね。マグロ？さて降りながら反対側を眺めます。やはり壁面に相応にですね家が並んでます。すべて洪水の被害を受けないように両側にあるんですね。そのワジの中をまた進んでいきます。シバームの町にやってきました。8世紀からあるんですよ。こんな摩天楼が500棟も家があるんです。素晴らしい技術がありましたね。驚くばかりです。